こんにちは。会社成功人の中山信弘です。今日はですね、心理的にショックを受けたりとか、大怪我を負った時に、応急的に処置できる方法をご紹介します。基本的にですね、心理的にショックを受けたり怪我をするとですね、体の仙骨というこの骨の部分ですね、このお尻の骨の部分、仙骨というところが飛び出てくるという傾向にあるんですね。今日はその飛び出たところをね、抑え込んで、そういう心理的ショックを和らげる方法をご紹介します。そうですね、仰向けに寝て膝を曲げます。手のひらは床につけます。そして腰を浮かせてから足を勢いよく伸ばします。ストーンと伸ばしますね。そして2、3呼吸ゆっくりと深呼吸します。これはですね、野球では膀胱炎の時に、この体操をすると経過も早くなります。ただし妊娠中やね、生理中の方は、むやみに行わないようにしてくださいね。それではまた再来週お会いしましょう。さよなら。それは出てきてます。あれ？なんかおもろいな。なんかおもろい人。おもろい人。今から徹夜します。